よし。はい、どうも、高田です。お久しぶりじゃないですか、実写が。はい、ということで、今日はね、お知らせ動画です。二つございます。まず、一つ目。一つ目は、ちょっと、見たことない感じじゃないですか、多分。あんまり部屋映してないからピンと来ないと思いますけども。家をね、建て直しました。はい。まあ、ご存知の方が少ないかもしれないので、ちょっと言いますけど、まあ、去年のね、震災で、ちょっと家がぶっ壊れちゃいまして、まあ、それで、ようやく、7月に完成、初めかなに完成したという、そういう感じでございまして、まあ、家のことはもしかしたらどっかで動画にするかもしれませんが、はい。まずは、家ができましたよと。で、新しい、この部屋でね、こういう実写動画も、ちょっと今回は、今回から増やしていきたいなと思いまして、まずそれが一つ目、お知らせですね。で、一番大切なお知らせ、二つ目。もうね、ちょっと気づいてるよね、これもね。こちら。鉄柵ハウス3周年記念 T シャツ。今日はこちらを着て、カンペを読ませてもらいます。8月4日。札幌の皆さん、北海道の皆さん、そして、全国のタクタクファンですかね。鉄柵ファンもしかしたら北海道以外にもいるかもしれません。北海道以外の鉄柵ファンの皆様、8月4日、鉄柵ファミリーに会えるファンミーティングを開催いたします。場所がですね、札幌市民交流プラザスカーツコート。これどこやねんっていう話なんですけど、HTV、オンちゃん、ロクちゃん、HTV あると思うんですけども、そのテレビ局が、この度中央区、前までは豊平区の南平岸駅の近くにあったんですけども、それも本当に札幌の、大通公園、テレビ塔、市役所かな市役所の、近くに移転してまいりました。そちらの札幌市民交流プラザスカーツコート、住所的には北海道札幌市中央区、北一条西一丁目、札幌市民交流プラザ1階、こちらでですね、ファンミーティングを開催いたします。時間が、会場が18時30分からで、まあ、ここから、19時がスタートですね。19時からスタート。で、2時間ほど、かな、うん、2時間ほど、21時まで、こちらの方でイベント、ファンミーティングを開催していきたいと思います。その際にはですね、4人が楽しくトーク&ゲーム、そして抽選会、抽選会も、予定しております。まあ、ちょっと時間の兼ね合いでもしかしたら、すべてのイベントができないかもしれませんけども、間違いなく販売会は、販売会、あ、言った？まだ言ってなかったわ。コントローラーさんという、スポンサーさんがついてるんですけども、このシャツもね、手挙げてくれたのはコントローラーさん。コントローラーさんの、販売会も行います。まあ、販売会は間違いなくやりますので。というか、物販エリアみたいなのができるって話です。そこで、こちらの鉄柵ハウス3周年、記念 T シャツ。はい。こちらですね、もう4年目突入してますからね。3周年、無事、満3周年経ったこの記念 T シャツを、販売していると。いう先行発売なので、お店の方でもするらしいんですが、先に今回のファンミーティングで販売するということですね。こちら入っているのと、こちら、ご覧ください。タクタクの神様メモ帳。ね。これをね、ぜひ、お買い求めください。こちらも販売します。で、タクタクはこちらの、タクタクの神様メモ帳なんですけども、哲也さんは、チャリンチャリン。コインケースだったかな覚えとけよ。まあ、コインケース。で、しんちゃんがレジェンダリーイエローを、エイム力アップバンド、んリストバンドか、リストバンド。こちらをね、販売。で、ヒエンちゃんは、ヒエンちゃんね、ヒエンちゃんは、手鏡。ヒエンちゃんの、なんだっけ、ポイズン手鏡。いや、違う違う違う、その怒られる、そんなこと言ったら。手鏡です。はい。ちょっと正式名称はね、後でご覧ください。はい。ということで、こちらのイベントを開催いたします。結構、大きい会場、行ってきましたけども、そうだな。例えるとですね、会場の大きさを例えると、まあ、ちょっと学校の規模にもよるけど、小学校の
体育館の半分ぐらいはあります、会場が。なんで、まあ卒業式はできますよね、そこでね。一応ね、そういう、何の話だよ。しないしないよ、卒業式な、誰も卒業しないんだけど、誰も卒業しないんですけど、あの、入学式ですよ。入学式とか卒業式とかね、あの、今夏休みなんで、終業式、始業式とかね、それぐらいもできるんじゃないかっていうぐらいの規模のとこでやります。はい。という、かなりね、大きいとこでやらせていただけるということで、鉄作ハウスもね、3周年で4年目入って、こうかなり認知されてきて、こういうとこも提供していただけてるのかな？ちょっと僕はまあその辺わかんないんですけど、今回ね、鉄屋さんだったり、うん、裏方の方々が頑張ってくれたおかげで、こういうファンミーティング。もちろんね、ファンの方々がいて、うん、来たいっていうね、小型イベントやってくださいっていう声もあって、今回実現したんですけども、以前もね、一回やらせてもらって、それが鉄作ハウスの、同じく T シャツの販売会、あの、僕の罰ゲームで一日店長を、4丁目プラザ、その時コントローラーさんがまだ4丁目プラザに、ありまして、2店舗あったんですね、その時。で、1店舗今、そのクローズして、また違うところに、あの、元々あったところですね、にあるんですけども、その、4プラの時に、僕が一日店長やった時に、イベントやらせてもらって、すごい来ましたからね。主催者発表で200ぐらいかな、確か。以上来てたんで、これは、次はちゃんと大きいところでやらねばみたいな話を、あの、コントローラーさんとしたりとかして、で、今回ね、その実現できたということですごく嬉しく思っております。はい。ということで、なんだろうね、まとまらないですね。当日はちょっとどうなるかわかんないんで、その、前回のね、イベントの時はサインとか、させていただきましたけども、どうなのかな？一応多分、そういう時間もあるような気もするんですけども、まあちょっとね、全員が全員できないかもしれませんので、まあその辺はご了承いただきたいんですが、まあグッズに関しては販売してくれる人が、いるので、まあ安定して買えると思います。はい。ただイベントをしながら販売会も一緒にやってるので、まあ、買う集中する人、イベント見る集中する時間とかもあると思うんで、まあ、早めに入っていただいた方が間違いないと思います。18時30分、会場なので、まあ、この30分でね、お買い求めいただいて、19時からイベントをご覧いただくというふうにね、時間をも、余裕を持って、足をお運びいただいた方がいいかなと思います。ということで、今回もこんなカミカミなグダグダなアナウンスになってしまいましたけど、まあ僕の持ち味なんですかね。はい。それが持ち味として認められるのが微妙な気もしますけども、はい。そういう感じで、今回もよろしくお願いします。それでは皆様のご来場お待ちしております。バイバイ。Thank you.